正海艦、正海艦、とは、アメリカ海軍が1960年代から70年代にかけて計画した小型の航空母艦、軽空母。1960年代のアメリカ海軍の艦隊航空戦力は、ミッドウェイ級、フォレスタル級、キティホーク級といった大型の攻撃空母、クバを中核として、対戦世代のエセックス級を改造した対戦空母によくこれを補完していた。 しかし1970年代には、エセックス級の退役が予定されていたことから、その役割を引き継いで、戦団護衛や、対戦警戒、洋上防空などの任務で、正規空母を保管できる、小型艦便で低コストの航空機搭載艦という、いわば護衛空母、区部の現代版の建造が模索されるようになった。まず1969年、長期目標策定グループ、ルロからの提案により、 12000から14000トン級の対戦ヘリコプター母艦 DHK として計画が開始された。これは主としてソ連潜水艦の静粛化によってソスや P-3B 対戦紹介機によるパッシブ対戦戦では対応困難となる状況に備えて多数の紹介ヘリコプターのアクティブソナーによる防御戦を構えするための施策であった。 そして1970年にエルモ・ズムールト・ジュニア大将が海軍作戦部長、クノに就任すると計画はさらに加速されることになった。当時、ベトナム戦争の戦費高騰を背景として国防費が緊縮される一方、上記 SX 級を含めて水上艦艇戦力は老朽化が進んでいたことから、ズムールト大将は政界任務達成のため、 費用対効果的に大替案を選択するというハイローミックスコンセプトを採択した。そしてこのローコンセプト艦の一つとして DHK は V トール艦上戦闘機を搭載して限定的な防空能力も可能な正解艦 SCS に発展することとなった。1972年初めにまとまった SCS の概要は浮気の諸言表のような軽空母であった。 アングルドデッキやカタパルトは持たず、滑走レーンは、監守備線とほぼ平行で、船体中央部と飛行甲板最後部の2カ所に、エレベーターが設けられていた。また平行して進められていた、ランプスが、SCS の重要度をさらに高めることになった。当時の SH-2D ランプス MKI は、もともと、QH-50 ダーシを搭載していた艦への、 感想として搭載されていたが、これらの艦の航空機装は比較的貧弱であったため、SCS が洋上での整備拠点として期待されることになったのである。戦術エコーソナー、タクタスの実用化を受けて、フリゲート装備のタクタスによって探知された敵潜水艦に対して、SCS 搭載の昇海ヘリコプターを試行、撃破する構想であった。また V トール戦闘機は、 フリゲートのスタンダード艦対空ミサイルの支援を受けて、100海里圏内の制空権を確保するものとされていた。V トール戦闘機としては、超音速の x f v 1にも開発されてはいたものの、差し当たりはハリアーが予定されており、3機が搭載される計画であった。また、ヘリコプターとしては、紹介ヘリコプター11機と、 早期警戒ヘリコプター3機を搭載して、昇海ヘリコプター2機と、早期警戒ヘリコプター1機をジョージオンステーションさせる構想であった。1972年から1974年にかけて、伊用島急遽修揚陸艦の一隻である、グアムが AV-8A ハリアー艦上攻撃機と、SA1-3 を搭載して、SCS の評価試験に当たった。 ズムールと大将の計画では、8隻の SCS が建造されて、護衛船団や洋上補給グループの護衛に当たることとなっていた。実証艦を兼ねた1隻目は1975年度予算での建造が予定されており、建造費は1億7500万ドルとされていたが、量産が始まれば1億1、700万ドルまで低下する予定であった。2番艦は1976年度。 さらに1977年度計画と1978年度計画で2隻、つが建造される計画であった。このように具体的な計画が策定されていたにも、かかわらず、SCS 計画は、ハイマンジーリッコーバー大将を衝動者とする、大型原子力艦や、大型空母の優位を主張するグループによって、猛反撃を受け、議会も、実証艦の建造予算を削除した。 1974年に、ズムールと大将がクノから退任すると、公認のジェームズ・ホロアへ賛成大将は、より大型で能力が高い V トール支援艦、VSS の方を推進するようになり、SCS 計画は事実上消滅した。しかし、ハイローミックスコンセプトの不徹底のために、VSS 計画艦は肥大化を続け、1982年の、 VSSE& では29,130トンまで大型化した。このためにコスト面のメリットは失われ、XFV-12 戦闘機の開発失敗もあり、1980年代初頭には VSS 計画は自然消滅することになった。しかし議会は SCS 構想にまだ未練があり。 当時計画が進められていたワスプ休憩収容陸艦には副次的に正界艦任務が付与されることになった。また、米海軍に合わせて自国でも SCS の建造を計画していたスペイン海軍は米本国での計画断念にもかかわらず自国での計画を続行し予定より遅延したものの1988年にプリンシペデアストリアスを収益させた。これは SCS をもとに、機関機能を追加するなどしているが、特徴的なエレベーター配置や指機関構成は、踏襲されている。また同感を建造した、馬産車は、その縮小、派生型として、太陽国海軍向けにも、着陸なるエベトを建造している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。